Okay, are we ready? こんにちは、アダム・ボルカーと申します。今日はストーンフライについてお話ししたいと思います。ストーンフライは驚異的な森の風景の中で繰り広げられる穏やかで平和なアクションアドベンチャーゲームで、フライトスクールスタジオにある私どもの有能なチームがゲームを開発し、日本ではハイブリッドスクワードが配信します。今回の映像ではゲームのストーリーと世界観についてご説明します。話の核心となる人物はアニカ・ストーンフライです。アニカは頭のいい楽天家ですが、少し世間知らずで幼い発明家で、ナンパした操縦士たちのグループであるエイコン・コープスと行動を共にしています。私たちはシダ植物ほどの小さいキャラクターの成長ストーリーになるよう物語を構想しました。自分のメカ、ここではリグというものに乗ってぴょんぴょん飛び跳ねます。アニカはエイコンコープスの一軍と行動を共にするのですが、それは父が愛した家宝のリグを盗んだ人の後を追っているからなのです。実はアニカの過ちだったのですが、リグを失ってしまったので、過ちを挽回して父との関係を回復しなければならないのです。自分自身と才能を見つけるため、そして自身の独立性を見出すために旅に出ます。これを成し遂げることが自分にとって大きな財産となるということは彼女はまだ分かっていません。ストーンフライはユニークな個性を持った生命体であふれていて、最高の時間を過ごしています。簡単明瞭な性格のブレア・レインブッドはエイコン・コープスの隊長で、挑戦的な態度を取る見えっ張りです。沈着冷静な彼女の右腕デイブン・チューリップは物静かな人です。そして感情的なクララ・キャンベルはここのお姫様かもしれないし、そうではないのかもしれません。去年の夏にゲームを公開してからいくつかバグを修正しました。ゲームにご興味をお持ちの方は私たちのディスコードに遊びに来てください。そちらでお会いしましょう。うわ、最後までできたぞ。